はい、今回は篠田麻里子の、不倫について、滝沢ガレソが明かした、この内容、こちらの件についてですね、考えてお伝えしていこうと思います。少し前にもこちらの内容に触れたことがあるんですが、調べていたこともありますし、僕の思うことを最後の方に、雑談じゃないんですけどお伝えしてみようと思うんで、そんなのも合わせて今回もよろしくお願いいたします。まずはですね、この篠田麻里子の不倫について、ツイッターの影響力を持っているインフルエンサーの滝沢ガレソっていう人が、様々なことを明かしてるんですけど、その明かした内容で比較的新しいものだと思うんですが、そちらの件、そちらのものを見ての僕の解釈っていうことで、こちらリスナー様見られた方多くいらっしゃると思うんで、ちょっと要約を兼ねて、お伝え、していこうと思います。篠田麻里子と、旦那の会話っていうか、言い合いみたいな感じなんですが、その中にね、篠田麻里子が旦那に言ってることがあって、その篠田麻里子、麻里ちゃんって言ってますけど、自分が大事にしてくれるものを大事にしてくれないとかっていうことを言ってるんですけど、これもちょっと正直意味がわからないですね。この大事にしてくれるものっていうのが何なのかわからない。その会話の中では記念日なのかとか、誕生日なのかっていうような話なんですが、記念日はわからないし、誕生日であればこの誕生日に、この篠田麻里子がAKB の、元社長の人に、プレゼントをもらってると、この明かされた中で言ってるんですけれども、旦那が言ってるんですけど、篠田麻里子っていうのはこの AKB の元社長と、結婚後もずっとプレゼントをもらってるっていうことなんですよ。だからそれっていうのも、この旦那が言ってるけどおかしいじゃないですか。で、この AKB の元社長と篠田の関係っていうのは、元彼氏、っていうことなんですね。おそらくこの人が、福岡から、篠田麻里子を東京に、連れてきて、AKB に入れた人だと思うんですが、そういったことで、そういう、男女関係、彼氏の関係で、その人に、結婚後も毎年プレゼントを、もらい続けていたと。でそのことを旦那は今回の件の前に知ったみたいで、そんなことをされると、自分は気分が悪いし、自分はプレゼントをあげる、気にもならないなっていうことを言ってたんですよ。でこの旦那の発言っていうのは最もだと思うんですよね。だから、篠田麻里子が、不倫したしね、不倫相手とね、この元 AKB の社長ってのは別の人ですけれども、不倫はするしね、その元 AKB の社長、元彼氏から毎年のようにプレゼントをもらうし、旦那としてみればうんざり、だと思うんですよ。で、ちょっとこの言い方って誤解があるかもしれないんで、ちょっと誤解がないように言うんですけど、僕はこの件っていうのは基本的にね、篠田麻里子の浮気、不倫が悪いと思ってますし、どちらかっていうと旦那は気の毒だと思ってるんですよ。ただちょっとね、僕もこういうの調べていたりとか、知ってる人に話を聞く機会があったんで、ちょっとこの話聞いてみたんですよね。でそういった話になったんで、なんていうのかな、大人の、現実を考えると、この旦那さんもね、気の毒だとは思うんですよ。ただ旦那さんも、この篠田麻里子っていう、人間を分からなかったのか、あるいは分かっていたのか、なんだか分からないですけれども、そういった方と結婚したっていうことで、ちょっとこういった、厳しい、現実とか厳しい未来に、向かう可能性はあったんじゃないかとかって、いうような話を、していただいた、僕も聞いたし、そう思うっていう。で例えば全く分からなかったら後にっていうことなんですが、その AKB っていうのはいろんなね、黒い噂とかが あるわけですよ。丸々ら営業の噂があったりとか、ほとんど本当だと思いますけど、でそういった中に、いる人なわけじゃないですか、篠田麻里子っていうのは。だからちょっと感覚がやっぱり一般人とは異なっている、かなり異なっているっていうことなんで、そういった感覚の違いが出てくる、結婚などしたら、近くにいたら出てくると思うんですね。だからこの件に関しては篠田麻里子と旦那であれば、篠田麻里子が不倫して悪い、しかし旦那も、もしかしたらそういった方であった可能性を事前に見抜けた可能性もあったんじゃないかとも取れる。ただ別にその旦那を、否定するとかそういうことではないんですけど、そうも取れる。でこの滝沢ガレソの垂れ込みなんですけど、別のことがありまして、
この篠田麻里子と、まあ、不倫した社長ですよね、不倫相手の社長って言いましょうか、篠田麻里子と不倫相手の社長ですが、実はこの不倫相手の社長っていうのは、確か結婚してるんですよね、この不倫相手の社長も結婚してるんですが、篠田麻里子以外の、別の女性ともそのような関係にあったっていうことが、この滝沢ガレソの垂れ込みに来ているっていうことなんですよ。でこの垂れ込んだ人が誰かっていうのはわからないんですけれども、まあ、この滝沢ガレソに垂れ込んだその人ね、垂れ込みをした人っていうのは、自分もこのね、篠田麻里子が、なんていうの浮気していた社長と、まあ、そういった関係、まあ、不倫関係にあった時に、まあ、あるものを、まあ、移されたっていうことを言っているんで、まあ、そういったことからも、まあ、そういう男女の関係にあったっていうことがわかるわけですね。だからこの篠田麻里子の、不倫相手の、この社長っていうのも、まあ、いろいろ、まあ、女遊びっていうのか、そういった不倫とか、そういうのをしてる方なんじゃないかと、まあ、考えられると。で、この滝沢ガレソのね、なんていうのかな、明かしたことの内容に、本当に、まあ、ちょっとある意味、ひどいなっていうか、まあ、ひどすぎてすごいなとかって思うものがあるんですが、まあ、年を明けて2023年に、まあ、篠田麻里子が、まあ、インスタを投稿したんですが、まあ、何も、なかったかのように、まあ、新年の挨拶とかって言ってね、まあ、浴衣っていうんですか、を着て、着物か浴衣を着て、新年の挨拶をインスタに投稿していましたって、うん、いやいや何もなかったかのように挨拶するって言うけど、何かかなり、あるんじゃないですか、今その渦中にいると思うんですけど、うん、っていうことですね。でまあそのさっきはリスナー様に最初の方にお伝えしたんですが、僕は独身なんでわからないんですけど、その知ってる結婚 してる方に、まあ、話を、まあ、聞いて、この篠田麻里子の話もそうですし、まあ、多分リスナー様も、まあ、そのように、思っていらっしゃる方が多く、いるんじゃないかと思うんですが、まあまあ、この結婚っていう、まあ、ものですね、一般的にこの結婚っていう、ものを考えた時に、まあ、なんでしょうね、うまく言えないんですいません、男性が、まあ、女性の何を、まあ、見るかとかそういった話を、まあ、していただいて、まあ、僕もそう思うんですが、まあそのね、よく皆さんが言うように、まあ、なんていうのかな、美人であればそれは美人であったに越したことはないと思うんですよ。別にそれはその、ね、それを否定するとかでもないんですけど、ただやっぱりあると思いまして、結婚するんだったらその美人なだけでは多分ダメですよね。別に篠田麻里子が美人かどうかっていうのは別ですけど、まあ、人それぞれ解釈が異なるんで何とも言いませんが、結婚するんなら、まあ、美人なだけ、綺麗なだけではダメだっていうことです。今回のこの篠田麻里子もそれに当たるところがありますけどね、その元 AKB の社長に、なんか50万から70万のカバンを買ってもらってるとかね、誕生日に毎年そのもらっているとかっていうのもそうですけど、もしもルックスが良かったにしてもね、今回はその篠田麻里子は出てきませんでしたけど、この話、その話には、例えば全く家事とか育児をしない人とかっていうのも、もう厳しいじゃないですか、結婚生活をしていく上で。あとはまあそのなんていうのかな、まあ綺麗な人、まあ、綺麗な人、美人な人によくありがちな話らしいんですが、まあ、高級ブランド品をたくさん買うとかね、うん、そんなね、美人だから綺麗だからって高級ブランド品をたくさん買っていたら、まあ、それは旦那さんがね、高級を稼ぐんだったらいいんでしょうけど、まあ、なかなかそういうことも厳しいし、だからそう考えるとどう考えても結婚生活を維持継続できないっていうことですね。そういうふうに おっしゃってましたし、まあ、僕も思うんですよ。だからこの篠田麻里子の件っていうのを、まあ、別にその旦那さんをどうこうは言いませんけど、ね、事前に、結婚する前にちょっと分かった要素もあるでしょうし、ましてこのその篠田麻里子っていうのは元 AKB ってこともあるし、まあ、ルックスも、まあ、世の中的にはいいとされてるんでしょうから、まあ、ただ、まあ、表現がどうか分かりませんけど、まあ、綺麗なだけ、美人なだけで、ね、まあ、家事はしてんのかどうか知りませんけど、その話題には触れないから、ただこのね、カバンをもらったりとか毎年、まあ、どう考えても結婚生活にはまあ向かない方だなと思います。でどちらかというと旦那さんが、まあ、ちょっとね、ババ引いて悲惨だなと思うっていう、まあ、そんなことを思ったんでお伝えしてみました。結構こちらの件ですね、まあ、注目されていて、まあ、いろいろ話題になるんで皆さんも思うことがあると思うんで、まあ、ちょっと僕の解釈っていうことでお伝えしてみたので、まあ、何かしらご参考になっていただけるものが一つでもあれば何よりですということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。